どうもおはようございます。 M です。今日はですね、9月の下旬の日曜日、早起きしました。今日は、彼岸花を撮影に行ってみようと思います。三重県の彼岸花の名所っていうのを調べてみたんですけど、あまり知られてるところがないみたいなんです。っていうか、彼岸花の名所っていうのは三重県には、まあ、ないのかもしれないですね。それでも、まあ、いろいろ調べてみた結果、津市、三重県津市にある桜で有名な場所に彼岸花がたくさん咲いているみたいなので、そこに行ってみようと思います。いや、とても綺麗な日の出でした。ちょっと雲が水平線というか地平線というか、まあその辺に雲が出てたので、若干日の出がまあ遅かったですけど、とてもいい景色を見ることができました。あとちょっと9月も末になってくると、半袖はもう肌寒いですね。もう半袖の季節じゃなくなってきましたね。朝は寒いです。もうそろそろ皆さんも衣替えしましょう。結構彼岸花が結構咲いてますね。田んぼの
あぜ道にたくさんの彼岸花が咲いています。まあ、人の土地でしょうから勝手に入るわけにもいかないでしょうから、それでは津の、三重県津市の彼岸花を見に行ってみます。